ズワウスは聖戦士ダンバインに登場するオーラバトラー。劇中でバーン・バニングスが転生した姿の黒騎士ラバーン・ザラマンドが登場したオーラバトラーである。なぜだ、このズワウスが弾き飛ばされた。ズワウスの開発。本機が登場する OVA 版聖戦士ダンバインの世界でショットウェポンが開発したオーラバトラー。オーラバトラーは登場者のオーラ値からいわゆる生体エネルギーを動力源とし、背部に設置されたオーラコンバーターと昆虫のような二対の羽によって飛翔する仕組みの人型兵器。もしお前のオーラが強ければ生き残ることができる。そして装置が呼応すれば、すなわちお前は聖戦士として生まれ変わることになるのだ。コクピットは胸部に位置し、通常のオーラバトラーには操縦桿等の機器が備わっているものの、あくまで補助的な役割のものであって、実際はオーラ力のみでも動かすことが可能であった。本機のコクピットはそれをさらに具現化したもので、パイロットが騎士の鎧を着込むようなシステムとなっており、オーラ力によって操縦する。サーバインと同様にモニター類も一切排除され、コクピットに備え付けられた兜によってオーラ力による心眼を使いターゲットを感じる仕組みになっている。公式サイトではとのことだが、劇中では機体の顔部分の中央で視界を確認しているような姿も確認できるため真偽は不明。なお、その部分を守るためなのか、両側から爪のようなものが出る姿も確認できる。さらには操縦桿のようなもので本機を動かしているシーンも。バイストンウェルで不死の存在となっていたショットがオーラバトラーズワースをベースに本機を開発した。ベースとなったズワースはかつて黒騎士バーン・バニングスが登場して撃破されたズワースとのこと。ちなみに元のズワースの全長は 7.9 メートルだが、本機は13メートルと全てのオーラバトラーの中でも最大級の大きさを誇る。また背中のオーラコンバーターももともとズワース自体のものが大きかったものの、さらに大型化されている。ただし瞬間的な大ジャンプは可能なものの、単独での飛行は不可能。内蔵蛍光火器を一切持たず、オーラソードと専用のシールドのみを並走とする格闘戦に特化したシンプルな機体となっている。またサソリを思わせるような長い尾があり、それを相手に対して鞭のようにして叩きつけるといった攻撃も可能である。しつこい！うわー！さらには足の爪を使って攻撃すると、まさに格闘戦に特化した機体。なお股間部にオーラキャノンが残されてはいるが、機能そのものは失っており使用できない模様。ズワウスの武装。オーラソード。ほぼ全てのオーラバトラーが携行する鋼鉄製の剣。刀身は鋭利でないため、切るというよりは剣の重さを利用して叩きつけて攻撃する。本機のオーラソードは極刀型となっているのが特徴。武装はこのオーラソード1本のみである。オーラキャノン。股間部に設置されていたであろう火器、劇中では使用不可能となっている模様。ただしゲーム聖戦士ダンバイン聖戦士伝説やスーパーロボット対戦では使用している姿を確認できる。ズワウス専用シールド。機体の左腕に装備した大型の盾。形状はズワースのものに似ていることから、そのまま運用しているのではないかとも考えられる。ズワウスのスペック。分類オーラバトラー、所属ラバーン軍、開発ショットウェポン、設計ショットウェポン、生産形態改良機、全高約13メット、重量不明、巡航速度不明、最高速度不明、オーラ係数不明、必要オーラ力不明、限界オーラ力不明、動力源オーラコンバーター、主な登場者ショットウェポン、ラバーン・ザラマンドなど。
ズワウスの活躍。 OVA 版聖戦士ダンバインに登場するオーラバトラー、本期の初登場は第1話復活より、バイストンウェルの破壊神ズワウスと同じ名前を持つオーラバトラーである。700年後のバイストンウェルにおいて、クロキシラバーンがバランバランの秘宝のありかを探すため、バランバランの民との戦闘で登場した。ではバランバランの秘宝のありかを教えてもらおうか。殺されてもあなたに謎を教えるものですか。長い尻尾と巨大なコウモリのような翼を持ち、これまでのオーラバトラーとは違い、半透明の羽のようなものもなく、怪獣的なフォルムとなっている。劇中では物語の主人公シオンザバの乗る伝説のオーラバトラーサーバインと戦いを繰り広げた。その後ラバーンはショットの裏切りに気づき、 ICBM の発射を本気の力で止めようとする。お前の企みもこれまでだ。しかし最後は ICBM の爆発に巻き込まれ、ラバーンともどもバイストンウェルより消滅した。ちなみに本作の始まりの場面ではショットが本機に乗っている姿も確認できる。本作では重厚感や存在感を際立たせるために止め絵によって戦闘シーンが描かれている。そのためこれまでのオーラバトラーのようなスピード感のある高機動な戦闘ではなく、重々しく力強い戦闘となった。ゲームスーパーロボット対戦シリーズや聖戦士ダンバイン聖戦士伝説などのゲームではサーバインと同様に主に隠し機体として登場することが多かった。劇中に登場するもう一つのオーラバトラーサーバインは700年前に開発されていた機体のため、おそらく確認できる上では本機がバイストンウェルで最後に開発されたオーラバトラーだと考えられる。以上がオーラバトラーサーバインの詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。